こんにちは、じゅんです。今回は、私のゴルフの歴史、今までの歴史をちょっとお話ししたいと思います。インスタグラムとかで、なんでゴルフを始めたきっかけはとか、どうやってそんなにゴルフ行けるようになったのか、できるようになったのかとか、あるので、それをちょっとお話しできたらいいなと思います。まず私がゴルフを始めたのはちょうど5年前、ちょうどじゃないね、5年前ぐらいなんで、今6年目になるんですが、始めたきっかけは新卒で入った会社のその時の上司がゴルフがすごい好きで、その上司に青木さんもゴルフやってみたらというふうに誘ってもらったのがきっかけで、社会人2年目になってから、じゃあちょっと始めようかなということで、楽天市場で検索して2万円のレディースのハーフセットを購入しました、はい、特にクラブとかなんだろう、よく分からなかったので、とりあえず打つものがあればいいんだろうと、これがあればできるだろうということで、本当に何も考えずに買っちゃいました。それから1年ぐらいはそんなに、ちょっと打ちっぱなしに行ったりとかするぐらいだったんですけど、1年後ぐらいにちょっとちゃんとやろうかなと思ってですね、練習に行ったりとか、ラウンドに行ったりしたんですけど、初めてのラウンドが2012年の10月14日、インスタグラムでも5年前のラウンドデビューの写真を上げたんですけど、それが132でした。はい。まあでもドライバーがたまに当たったりとかしたのは覚えてるけど、どんな風にラウンドして132を叩いたか、叩き出したのかは全く覚えてない。ただ前日ゴルフウェア何着ようみたいな、すごくなんかこう悩んだ覚えがあります。でゴルフ始めてからちょうど2年で、まあレギュラーティーから100切りできるようになって、確かその100切りレギュラーティー100切りしたのが本庄市にある小玉ゴルフクラブだったかな、民間コースだったのかな、確か。で結構距離もあるコースで、もうギリギリ99、最後のパターとかももう入れないと100になっちゃうみたいな感じで、もうみんなに応援してもらいながらもう99出したのをすごい覚えてます。その時もドライバーも180ヤードぐらいしか飛ばなかったと思うので、すごくこう一生懸命もう頑張って打つみたいな、とにかく打つみたいな感じでラウンドしてたので、まあ、今となってはすごい成長したなと思う100切りの思い出ですね。ちょうど3年でレギュラーティーから80台出せるようになったわけなんですけど、80台出たら何かこういろいろ変わるんじゃないかなと思って、まあ、やってみたら、まあそれがきっかけなのかわからないけど、まあ、心ちゃんに会えたりとか、こうやってリンゴルフでこうやって皆さんにお話ししてもらう、こうきっかけができたのかなと思っていて、ゴルフ80代目指して頑張ってやって本当に良かったなと今思ってます。これから目標はもっと高く70代前半とか立てていけたらいいなと思うんですけど、それ置いといて、そんな感じで今5年ですかね、80代で回れるようになってます。ゴルフクラブはその最初に楽天で買ったハーフセット2万円、なんかゴルフ場で練習してても音がねこう鈍いし、なんか飛んでる感じしないし、まあスイングのせいもあったかもしれないけど、なんかやっぱ音が嫌ですぐ買い替えます。1年ぐらいで、で次に買い替えたのも結局中途半端なレディースのハーフセット、楽天じゃないところで買ったってだけで、確かに4万円ぐらいだったんですね、4、5万円ぐらい。
まあ、OL の私にとってはもうすごい不吉な買い物だったと思うんですけど、その時その2万円のハーフセットを5000円で買い取ってもらって、めっちゃ覚えてる、5000円で買い取ってもらって無理やり、でもそれもなんかやっぱ音がレディースだったんですけど、音が違うと。で、私がいつも行っているその練習場の、まあ、レッスンプロにそれを聞いて、もうレディースのクラブじゃなくて、まあ、メンズのクラブを買おうということで、今使ってるクラブをその時に買ったんですね。今使ってるのが、まあ、今度クラブセッティング紹介ってやろうと思うんですけど、R11 のアイアン4万円、めっちゃ覚えてるアイアンセット、その R11 の R シャフトのカーボンを買って、ドライバーも R11 の R シャフト、白ヘッドのね、を、まあ、確か1万円だったかなって買って、いやドライバーとかウッドとかは変わったアビーとか入ったりとかしてるけど、アイアンとウェッジとパターとユーティリティはもう4年、じゃあの3年同じやつをずっと使ってます。うん、でもやっぱね、 R11 のあのソールの厚みが結構好きで、まあ、他のやつちょっと厚かったりとかするんですよね。なんかであと音が軽いんですよね、カシッって感じで、あのカシッって感じが R11 ちょっと手放せない理由で、他のやつはなんかあんまりそういう音がしなくってやっぱ変えられてないですかね。今度の動画であのきちんと映像であのお話しして作りたいと思いますので、それはまた見てください。はい、よく聞かれるのが練習頻度なんですけど、100切りレギュラーティーから100切りする2年間、まあ2年間って言っても多分1年ぐらい後の1年ぐらいなんですけど、やっぱり週2ぐらいで打ちっぱなしに行って、月にその時はやっぱお友達も少なかったので、ラウンドは月1回から月2回ぐらいで、練習週2回みたいな感じで、ずーっともうゴルフのことばっかり考えて、もひたすら打つみたいなことをしてました。で、私が会社で配属になったのは群馬だったんで、実は5年間群馬にいたんですけど、練習場と会社と家がもう全部5分、ゴルフの練習するにはすごいいい環境だったので、仕事終わったら5分後には練習場にいて、1時間打ち放題バババババって打って、5分後には家みたいな感じの生活をずっとしてたので、まあその練習量があったおかげで、まあああやって打てるようになってるのかなって思います。レギュラーティーから80台切る時の、まあ、100切りの時はほんとひたすらいい音を出すまで、いい音が出るスイング、綺麗なスイングをとにかくするっていうことを、まあ、心がけてひたすら一人で練習しに行っていた覚えがあります。でレギュラーティーから80台出した時はやっぱりアプローチの練習と、100ヤード以内きっちり寄せる、きっちり狙えるようにするっていう練習をずっとしていて、100ヤードから10ヤード刻みで10ヤードまで、まあ、5ヤードでもいいんだけども、本当にウェッジでちょんって打つ練習とかもずっとしてて、まあ、とにかくグリーン周りで絶対にミスをしないっていう練習をしてました。練習あるのみですね、練習しないでうまくはならないと思うので、どういう球が打ちたいからこういうことをするっていうのを考えて、自分で考えてやれれば、まあ、上達はしていくんじゃないのかなと思います。はい、やってほしいこととかありましたら、ぜひコメント欄に書き込んでいただければ、またお答えしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。
コメント、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。バイバーイ。